立川市の図書館では芸術家岡本太郎の企画展が行われています。20世紀を代表する芸術家岡本太郎、立川市の中央図書館ではその生誕100年を記念した企画展爆発が開催され、岡本太郎の作品や関連の本などが展示されています。中には新聞漫画家だった父一平や歌人として活躍した母かの子の著作、交流のあったピカソやバタイユの関連の本もあります。また館内をくまなく見てもらおうと、本職は人間だなどの岡本太郎のユニークで味わい深い言葉が15箇所に貼られています。図書館の担当者は、暑い夏に岡本太郎の熱い雰囲気が合うと思って企画した、若い人には新鮮に映るのではないかと話していました。この企画展は31日まで開かれています。